イエーイ。ハルニー中学校卒業しました16歳です。関東の北の外れの山奥から片道3時間電車に揺られて今日ここに来ました。私は普段両親と一緒に野菜を作ったり細工をしたりデザインをしたり一見政治と無関心な暮らしをしています。そしてなぜだか私は今ここに来て都会のど真ん中でなぜだかデモのサウンドカーに乗ってスピーチをしています。私が生まれる9年前の今日8月2日にイラクの軍が隣国のクウェートに侵攻しました。アメリカのセキュリティの代表者であったブッシュ大統領はアラブ世界の石油の多くがイラクのサダム・フセインに手に落ちることを恐れ、それを阻止するために多国籍軍によるイラクへの攻撃を開始しました。それが第一次湾岸戦争の発端です。そして日本政府は要請されるままに135億ドルという大金を援助という名のもとに撤去を実施し、その一部は劣化ウランであったような核兵器になりました。原発を解かれ二度と戦争をしないと誓ったこの国の人々の税金が中東の石油の恩恵を受けているという理由で投資のために使われ、しかもそれが核兵器に分けてしまった。私たちはそんな形で戦争に加担したくない、そんな形で人を殺したくない。だからここに住んで自分たちが食べるものは自分たちで作って自分の家を自分で建てて極力戦争経済に力を与えない、与えさせないと自給自足を決意し、両親は便利な都会を離れて私を育ててくれました。私たち庶民はなぜ支配者の攻防の歴史を学び覚えなければならないのでしょうか。私たちが本当に学ぶべきは、一般庶民が支配者によっていかに搾取され蹂躙されてきたか、そしてその歴史から私たちがいかに連帯して真の民主主義を構築していくべきであるかと思うのです。現状とはそれによって大きな利益を得るごく一部の資本家や経済、すいません、そして敵屋によって身を守られ戦争に駆り出され、あるいは空襲などによって傷つき命を落とし悲惨な体験をするのは民衆なのです。そうだ、私たち日本の一般市民が他国の自分たちと同じ人間を憎しみ殺さなければならない理由がどこにあるのでしょう。戦争が起これば傷つくのは敵味方関係なく巻き込まれる私たちです。そうだ、私がこの戦争法案に反対する最大の理由は、今与党が決定しようとしているプロセスが実権主義を踏み入れるものだからです。こんなやり方を許したら時の政権が都合のいい解釈でやりたい放題にできてしまうからです。ただ戦争に行きたくないから反対しているのではなく、この国の民主主義を守らなければならないから今声を上げているのです。この法案が廃案になれば、あるいは政権が変われば問題が消えるわけではありません。世界がますます不安定になりリスクが高まっていくことは事実だと思います。でも今は間違いなく反対の声を上げるべきです。そうだ、ではその先にどんな世界を思い描いたらいいのでしょうか。この民意識の高まりを好奇に、右とか左とか立場を超えてみんなでこの国のあるべき姿について考え始めようではありませんか。イエーイ。最後にデモなんてしてないで勉強しろとか、ただ騒ぎたいだけだろとかよく言われます。でも今デモしなかったら私たちは将来あの時ちゃんと抗議してればよかったってきっと、いや絶対後悔すると思うんです。そうだ、確かに高校生に理解できてない部分も多いです。でも知ることは大事だし、知ろうとすることも大事だと思います。そうだ、自分たちに十分関係あるこの法案についてちょっとよくわからないやって言って、私たち高校生は黙っていなきゃいけないですか。そんなの大人に勝手に決められてたまるかって思います。そうだ、平成27年度8月2日私は安保法案に反対します。イエーイ。 Yeah.